Hello, Vogue Japan. We are FIVEY. 今日は私たち FIVEY でこちら The Flavor Design にショッピングしに来ました。嬉しい、これさの。もうこの香りがいい。まずこちらに香りのテスターがいっぱい並んでるので、うん、好きな香りを2個か3個、2個かけなど選んでいただきたいです。私こういうカスタムするものが好きでってなった時に、このお店のパッケージってありそうでないみたいな、シンプルで、でそれがすごい、SNS 見てて見つけて、そこからずっと気になってて、今回やっと作れます。確かに好きだもんね、こういうなんか調合とかさ、香水もめちゃくちゃ好きで。そうだよね、私たち結構みんなそれぞれ違う匂いが好きなんですけど、だからなんか今日みんな何が好きかとか知りたいな。イエーイ、やっと念願すぎて、なんかずっと行きたかったんで、やっと来れて嬉しいです。何種類くらいがあるんですか、元が。本当はブランドで言うと200種類合わせたら相性いいとかあるんですか。あ、でも好きなの選んでいただけたらいい感じにします。タイトルが可愛いです。甘い匂いがするなと思ったら Delicious。 香りってさ、その時のさ記憶とかが残るじゃん。なんか嗅いだらその時のなんか記憶を思い出したりさ。このドリームランド、私の学生の時にすごい好きだった香りを思い出す。うん、いい匂い。あ、なんかいい、ちょっと濃いです。サンセットランチを候補に入れます。せーの、じゃん。私はラベルネームがミーなんですけど、今自分が好きな香りをギュッと詰め込んだので、これは本当に私にしかない、私に似合う香りだと思うので、ミー。私はグミの R。 シンプル、シンプル。バニラの香りをベースに少しちょっとお花っぽい香りを入れて、ルイ2024です。すごい。事務所の近くに前このお店があった時に行ったことがあって、その時多分2022年か2021年に作ったことがあるんですよ。それが昔の私で、今年の2024年の私は第2弾。私ミユはファンタジーです。ファンタジー、濃いね。ファイビーはドリームスペシャリティの1人ずつカラーがあるんですけど、私はファンタジーなので、この選んだチョイスもちょっと夢な感じ、夢な感じ、ドリーミー。一番最初に選んだ香りが自分が普段つけてるような香りだったんだけど、79番がバニラで普段選ばない、混ぜてみて、混ぜてみたらどういう香りになるかちょっと楽しみだなって。この子ならでは。もう一番最初に想像できるのはもうルリ。ルリはもうずっと変わらずにバニラの香りで、うん、香り普段も、うん、だからその香りがすると、あ、ルリさん来たって分かる。じゃあ皆さん一旦カードをお預かりします。はい、お願いします。ありがとうございます。今日作りたいイメージとかはありますか。やっぱり大人なので、ちょっと大人な、ちょっと色気のある香りがいいなと。本当に完全に84番がお花とか、これもちなみにバニラが少し入ってるので、なんですよ。金木犀とムスクの香りですね。秋だ。秋だから。あと46番がジャスミンと、これもムスクが入ってる。やっぱ好き混ぜられてるよ、ムスク。お花の香り好きなの。お花好きです。137ちょっと強めにして、うん、かっこいいよりは可愛い感じの方がいいです。あ、ちょっと女性らしい方が好き。女性らしい、柔らかい、柔らかい方が好き。そしたら今すごいいい感じに選んでいただけてるかなと思うので、普段はジャスミンとかが多いです。爽やか系が好き。お花の重めの香りがあるので、はい、その辺もしかしたら好きかもしれない、はい、で、ボトルを今から選んでいただきます。はい、クリアかブラウンで、うん、クリアボトルを選んでいただくと色がつけられます。ブラウンだと遮光性があるので香りが変化しづらいタイプになります。どうしようか、うん、みんなの入れる色とかも気になりますね。じゃあクリアにします。2つの香りの人と3つの香りの人がいる。ぽい。なんかすごいさ、性格出るよね。君君2人と。すごい、今それ気づいた。これがファイビーですね。This is FIVEY. This is FIVEY.
1個ずつのオイルがもうブレンドされてる香りなので、うん、それを 2,3 個でスタートするんですけど、もしリクエストあったら何個入れちゃっても全然大丈夫なので、嗅ぎながら作っていきましょう。割合のさっきのカウンセリングを元に、そうです。これが強いみたいな。先生、バニラ、ウッドです。ウッド、私です。あ、もう匂いがだんだんしてきてる気がする。え、これ違う？はい、第1弾です。ありがとうございます。あ、いい、いいです。なんかこの殻に香ってきますね、こちら。でも、もうちょっとだけウッドを出したいなって思います。でも、近づいてます。うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。でもこれでも満足だったら、そう、満足、もう、もう、OK です。満足かも。あともう 5ぐらいバニラ何の分の5なのか。なー、好きです。ムスク、爽やか、どうしよう、すごい独特な書けないんですよね絶対香りが伝わらないの、残念すぎる。言葉で伝える。でもいい感じ、理想的ではあるけど、もうちょっといけそう。柔らかめバージョンで理想的でいけそう。かっこいいなんかちょっと香り自体がしっとりする、うん、ユリ系の香りなんですけど、めっちゃいいな、これ、これがいい。普段だったら衣装とかメイクとかもみんなにどっちがいいと思いますかって、そう聞いて、それで決めてもらってるから、今日はね、ちょっと今日は最後まで自分の己の力で、そう、まだわかんないもん。だからめっちゃ迷っちゃうけど、かわいい、綺麗綺麗綺麗、トントン、あ、いい感じ、あ、かわいい。いい匂いです。いい匂いね。みんな決まった？決まりましたね。いい匂い。あ、決まった。みんな終わりました。ダーン、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 ダーン。でもこれいい匂い。すごい。これも香水とかない？お香みたいになってる。わ、これめっちゃいい。お香、私お香大好きなんですよ。私はパフュームオイルにしました。あの、ちっちゃいバッグにも入れれるように、匂いはジャスミンです。なんかさっき自分でカスタマイズしたのは、洋服とかにつけるものだったので、これは肌に実際にのせられるので、自分が作ったのとこれも混ぜたりして、またなんか日によって匂いを変えれる楽しみがまたできるかなと思って。こちらにしました。お香をね、選びました。今日は香水をウッド系でちょっと香ばしくスパイシーな感じで作ったので、お家の中はちょっと女性らしい香りで楽しみたいと思ってこれを選びました。カルフォルニアラブのこちらディフューザーにします。すごいベリーの香りがしてめっちゃいい匂いで、ルリさんと同じ匂いのキャンドルにしました。お家に帰ってラーメンとか食べながらキャンドル焚いてアニメを見るっていう、これどれもマッチはしてないんですけど、私にとっては幸せな時間となっております。その時に使います。かわいい、おー、いい香り、ウッド、ウッド、グッド、いい匂いです。爽やか、ムスク、グッド、ムスク、めっちゃいい匂い。めっちゃ甘くてバニラの香りが強くて最高です。うん、グ、ちょっと甘めの香りが残る匂いをチョイスしたので、これからの季節にぴったりになってるかと思います。つけるの楽しみです。さあ、ひとプッシュで。でも私あんまバニラ正直得意じゃないんですけど、このバニラめっちゃ好き。お花がちょっと、お花が入っていい。私とみゆさん同じの使ってるじゃないですか、うん、だけど全然タイプが違う。爽やか、こっちの爽やかで、ま、そう、本当だ、同じの違う、うん、私だけの、確かに一つだけ思い出って感じ、ね、今日作った、嬉しい、なんか香りで思い出できたね。思い出すとかも言う、今日のことを絶対に思い出す、そう本当に
ショッピング終了しました。もうパフュームだけだと思ってたのについ、ね、欲しくなっちゃってゲットしちゃいました。